大江田すくぼうは、鎌倉時代の武将。鎌倉幕府の御家人。鎌倉幕府京都守護、大江下弘の長男。鎌倉幕府万所所大別等、大江広元の孫。上級三年、上級の乱で父親弘が、後鳥羽上皇側に着くと、祖父、大江広元と共に、鎌倉幕府側に着く。東海道方面軍に加わり6月6日、北条時偶治。 北条有事に従いマ面土の私を渡る。上皇方は矢も伊豆に敗走し、鎌倉法医作行政が山田重忠を破り、助ケは一人踏みとどまった鏡久しずなと戦いこれを打ち取った。6月8日、マ面土で破れた足利秀康、畜後雄長らが京都へ着き、御所中騒然となったため、中京天皇らは冷え山へ避難した。9日、 皇上義時が殺害されたという噂が流れ、翌十日天皇らは京都へ戻った。12日、父、大江地下広が上皇側として二戦期を率いて、出陣、職渡しに布陣した。しかし、14日、宇治川合戦で上皇軍が大敗したという法を受け、兵を残して蓄典した。戦後は、品の国上田所を与えられ、幕府中枢で養殖につく。 上級4年正月大番で御件を報じる。帝、王2年7月、法上政子の新帝引っ越しには記事九月、サントラの一条耳やび邸訪問に従うなど、将軍及び法上氏に側近として使える。翌1224年三賀市の変が起こり、その後左近証言、左近内部証言となる。過六元年5月、鶴岡八万ぐで1200人が農協する。 総区養を取り仕切る。十二月、将軍、頼常の引っ越しでは初代部筆頭となる。寛義二年将軍、頼常の内内に行われた、竹御所との結婚の儀にうぶする。将軍及び、正室地区御所にそば近く使えたが、文略四年地区御所が死去した。法治元年着難さ体を失う。法治二年の記事を最後に、中央の資料から姿を消す。 上田氏の祖となるが、上田氏は、公安8年11月17日の下月騒動で、没落した。安中坊系譜。ありがとうございます。